ラッセル・T・デイビスは、イギリスの脚本家、テレビプロデューサーである。ウェールズ出身。漫画家になることを夢見ていたが、色覚異常があったことと大学の就職指導で、英文学を活かせる仕事に就くべきと勧められたために、舞台、映画の脚本家を目指すようになる。オックスフォード大学卒業後、BBC にアルバイトとして、雇われ子供番組の脚本や制作など様々な部署で務めた。1990年代初めに BBC を退社し、グラナダテレビで勤務。その後フリーランスとなる。1994年から大人を対象とした番組の脚本を手掛けるようになり、宗教や性的指向、中絶など社会問題を織り交ぜたテレビドラマを手掛けている。最も大きな功績とされているのが、16年ぶりにシリーズを復活させ再び人気コンテンツとなった、ドクター・フーの制作総指揮を務めたことである。スピンオフ番組の秘密情報部トーチウッドとサラ・ジェーン・アドベンチャーのプロデューサーも担当している。2008年にドクター・フーの制作総指揮から降りることが発表された後に大英帝国勲章のオフィサーに叙勲された。2020年にはドクター・フー第1シリーズ第1話マネキン・ウォーズが放送15周年を迎えることと、新型コロナウイルス感染症の流行を受け、マネキンウォーズの世界同時上映イベントが、ツイッター上で開催された。このイベントを記念する形でデイビスは、マネキンウォーズの前日譚を公開した。これは、本来2013年のドクター・フー50周年記念のために執筆されたが、後の脚本家兼制作総指揮スティーブン・モファットの脚本と整合性が全く取れなかったためお蔵入りになったものであった。2021年9月24日、BBC はデイビスがクリス・チブナルの後任として2023年からドクター・フーの制作総指揮に復帰することを報じた。幼い頃からテレビつけの生活であり、特にこの私、クラウディウスや当時のシリーズのドクター・フーを好んでいた。また、アステリックスやピーナッツなどの漫画も収集していた。14歳の時に青年劇団に入り、その時に自分が同性愛者だと自覚するようになる。10年以上交際している恋人のアンドリュー・スミスがおり、彼をモデルにしたキャラクターをドラマに登場させたこともある。現在は拠点をロサンゼルスに置いていたが、2011年12月には、スミスの脳腫瘍の治療をサポートするため、活動休止することを発表した。2020年3月には、上記のマネキンウォーズ世界同時上映イベントに参加する形で、ツイッターアカウントを開設した。プロデューサー兼任 AB、ラッセル T デイビーズライツ、Aプリクエル2ドクトルフローズ。ドクトル・フー BBC 2020年3月29日閲覧。ラッセル・T・デイビーズ2リターン・アズ・ドクトル・フーショーランナー。BBC 2021年9月25日閲覧。ドクトル・フーズ・ラッセル・T・デイビーズクイッツ2ケア・フォー・パートナー。BBC ニュース。http://www.bbc.co.uk/news/uk-160416012018 2020年3月29日閲覧。ラスル・デイビーズ63、Hello Faithful Viewer, This is me, on Twitter, Ready to Live Stream and Live Tweet Tonight, Let's Have Fun, Dark Days.バッドドクトルフイズヒア、トリポフィライフタイムドクターフ。ツイッターより2020年3月29日閲覧。ラスルデイビーズ63、バズトリポフィライフタイムドクターフ。ツイッターより2020年3月29日閲覧。ミッチェル、ロバート、ベンウィショージョインズ、ヒューグラントイン BBCS、エーベリーイングリッシュスキャンダル。バラエティ。2017年10月17日閲覧。ソマーズ、カット、ベンウィショージョインズ、ヒューグラント4、エーベリー・イングリッシュ・スキャンダル。アングロフェニア、BBC アメリカ、2017年10月17日、閲覧。ベンウィショーキャストイン、エーベリー・イングリッシュ・スキャンダル。デン・オブ・ギーク、2017年10月17日閲覧。ありがとうございます。